その頃ですね、ブライトさんはようやっと目が覚めてイムクスで起きようとするんですけども、自分がですね、体が動かないのが、に驚きます。意識はあるけど体が動かないんですよ。で、なぜ体が動かん怖いからだ。怖いのかっていうふうにわかるんですよね。で、やっとアムロの気持ちがわかるんですよ。あの、いわゆるアムロに出撃しろって言って、いや、怖いから嫌だって言われた時に、あのー、なぜ、なんか、あそんな甘えたこと言う、死んでもいいのかと あの、このままだと、お前は殺されるんだと散々言ってた自分が、アムロと全く同じ状態になっているというのが分かって、これ以降ですね、そのブライトとアムロは、ただでさえまあ雪どき、雪解けしてたんですけども、このオデッサの戦いあたりからですね、ホワイトベース内の結束がどんどん固くなっていくんですね。でこの固くなっていくための儀式として、絶対に必要だったのが、ブライトがアムロの気持ちというか、かつてのアムロが何を乗り越えて今のアムロになったのか。 なんでアムロはあんなに怖い怖いと言って戦闘に行きたがらなかったのに行ってくるようになったのかというのは自分のこの気持ち、今の気持ちを乗り越えたからなんだ。それに比べて俺はなんでダメなやつなんだっていうのが、まあ、このネタ切りブライトさんからですね、こう出てくるわけですね。岡田司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいにあの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。